長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産。長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産は、長崎県と熊本県に残る12県の厚生資産からなるユネスコの世界遺産リスト登録源である。2007年1月23日、文化庁が富岡製糸場と絹産業遺産群、群馬県富岡市など、2014年に世界遺産登録、 富士山、山梨県、静岡県。2013年に、富士山から信仰の対象と芸術の源泉として、世界遺産登録、アスカ、藤原のキュートと、その関連資産群、奈良県アスカ村などと共に追加申請を決めた物件で、元は長崎の教会群とキリスト教関連遺産として、登録が目指されたが、潜伏キリシタンに価値の焦点を絞る形で、 厚生資産が再考された結果、現在の名称になった。2018年6月30日、第42回世界遺産委員会において登録が決定した。長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産は、江戸時代250年間の近況霊下における厳しい弾圧の中、宣教師不在でありながら、信者のみで信仰を守り通しながらも、孤立せずに、 一般社会との関わりも持ちつつ、共同体を存続させるための生き方、暮らし方を創造したことが評価され、ユネスコの世界遺産に登録された。長崎におけるカトリック教会の伝来と繁栄、近況霊化の潜伏信仰、そして奇跡のキリシタン復活という四世紀に及ぶ世界に、類を見ないカトリック教会不況の歴史を物語る資産として2001年より、 ユネスコの世界遺産を目指す運動が始まった、下記、候補から外れた資産の不資産賞。長崎県は、世界遺産登録を目指すにあたり関係市長と、情報共有を図って、保存管理計画の策定や、国内外の同じような資産との比較研究などの一体的な取り組みを進め、2006年に、文化庁が、世界遺産候補地を公募した際に名乗りを上げ、文化審議会、 文化財文化会が正式候補として選定し、長崎の教会軍とキリスト教関連遺産として2007年1月に暫定リストに際された。2007年11月12日に第1回長崎県世界遺産登録推進会議12月26日には第1回長崎県世界遺産学術会議が開催され、35の構成資産候補を選定。 顕著な普遍的価値の主軸を東西文化の交流と文化的伝統と定めた。推進会議、学術会議はその後も開かれ、2009年の学術会議で構成資産を33さらに29に、2011年の推進会議では構成資産を14に整理することが承認され、2012年には構成資産を12に統合、2013年に 熊本県天草市の寄進集落が加わり13カ所が構成資産となり2014年に平戸島の物件を2つに分割し14資産で推薦書が作成された2013年8月に開催された文化庁文化審議会では長崎の教会軍とキリスト教関連遺産を同年度中の正式推薦候補としたが内閣官房地域活性化統合事務局の 有識者会議では、明治日本の産業側遺産九州、山口と関連地域が推薦候補とされた。日本国政府は、最終的に校舎を2013年度の推薦物件とすることを決定し、前者の推薦は2014年度以降に持ち越しとなった。2014年7月10日に、文化審議会の世界文化遺産、無形文化遺産部会は、2016年の世界、 文化遺産登録を目指す長崎の教会軍とキリスト教関連遺産についてユネスコに推薦する候補に選んだ政府は閣議了解を経て2015年1月に正式な推薦書を世界遺産センターに提出同年9月27日から10月6日には諮問機関である国際記念物遺跡会議アイコモス現地調査があり2016年の 第40回世界遺産委員会で審議される予定であったが2016年2月初旬にアイコモスが推薦内容の不備を250年の近況例時代に特化すべきと指摘したため政府は推薦取り下げの上厚生資産の再検討に入ることになった長崎県はアイコモスとアドバイザー契約を結び4月26日から5月3日に ミッションエキスパートが現地を視察した後に提言を示し、新たな推薦書内容を検討する、長崎世界遺産学術委員会外スの助言に従い、大浦天守堂以外の近況明け、明治時代以降に建てられた教会について、近況時代にいわゆる隠れ切り師団が形成した集落景観などに包括し、法的保護根拠を重要文化的景観とすることを決めた。 諮問機関であるアイコモスが推薦国に協力するという形式は国内では初めてであり、審査する側が求める完成度が高い内容の推薦書が作成されことで登録の可能性がより高まったとみられた。こうした事例に関して文化庁はアドバイスを行ったアイコモスの専門家は推薦書提出後の審査には参加せず利益相反のような状況にはなっていないという認識を示した。 ついで同委員会は、近況期との関係性が薄い日の工場と、タビテン主導を、厚生資産から外すことを提案し、5月29日に、県と関係自治体が了承した。7月25日に、文化審議会は2018年の、第42回世界遺産委員会に向けて、再推薦することを決定。これに伴いテーマを、潜伏キリシタンの文化的伝統とし厚生資産も、 集落名義へと変更、教会が主体でなくなり、熊本県側から熊本の名称も入れてほしいとの要望があり、アイコモスも潜伏キリシタンなどの表現を取り入れた名称に変えるべきと示唆しことから、長崎の教会群との名称変更も検討され、長崎と天草地方の潜伏キリシタイ還元遺産が正式名称へとなった。また、 重要文化的景観未選定の大野集落などに対し文化庁は新たな選定保護を示した。2017年9月5日から12日にかけて改めてアイコモスによる現地調査が行われ、2018年5月4日に登録勧告が出されたが現状席周辺の干渉地帯の設定範囲について見直しを図るべきとの指摘もあった。 第42回世界遺産委員会では、アイコモスと定約国、日本との協力についても評価され、登録が決まった、2018年6月30日。年月日、日本時間の17時30分に始まった、世界遺産委員会での登録審査は、アイコモスから遺産の概要が読み上げられた後、委員国の発言へと移ったが、ヒリス教国も含め、 ユニークな依存であるヒューマンヒストリーを表現しているの二言が多く聞かれ、否定的な意見はなく、開始からわずか20分で満場一致で登録が可決された。直前に審査されたイランのファールス地方のサーサーン長候補警官が登録延期勧告であったものを登録とするために1時間も議論を要したのとは対照的で今委員会での審査の中で、 あるいは近年の日本の推薦物件の審査の中でも迅速な決定であった。最後に議長からコメントを求められた中村報道長崎県知事は登録は世界へ向けた平和のメッセージであり遺産保護のため地域活性化に尽力したいと英語で述べ山田滝雄ユネスコ日本政府代表部大使も今までの日本の世界遺産の中で一番ストーリー性が強い資産であると述べた。 なお直近に登録された、富士山から信仰の対象と芸術の源泉、明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業、神宿る島、胸型、沖の島と関連遺産群などの審査の際に見られた、目立ったロビー動は行われなかった。文化行政を掌握する、林義政文部科学大臣は、地元関係者は独特の文化的伝統を物語る。 資産として再推薦し、登録へ粘り強く取り組んでこられた。たゆまぬ努力に心から敬意と祝意を表する。人類共通の宝である貴重な世界遺産の保護に万全を期し、後世に確実に引き継ぐとともに、その価値を積極的に発信してゆく。樺島育夫熊本県知事は、推薦書の取り下げ、資産の見直しという苦渋の決断を経験したが、試練を乗り越えた。 待ち望んでいたこの瞬間を迎えることができ、心から嬉しく思うとの談話を発表した。さらに安倍晋三首相も、長崎と天草地方に残る潜伏キリシタンの集落。江戸時代、当時の社会や風土に適応しながら、何世代にもわたり、その固有の文化を引き継いできました。日本独自の信仰の形を物語るものであり、まさに世界に類を見ない人類の遺産です。 これまで保全に取り組んでこられた関係者の方々に深い敬意を表するとともに世界の宝を大切に守りその魅力を世界に向けて発信するその決意を新たにしたいと思いますとのメッセージがした。またバチカン・ローマ教皇庁は精霊が宣教師の説教を通じて灯した日はカトリック共同体の祈りの生活を隠れて維持した平身との中に息づいてきたとする フランシスコ教皇の談話を表した。このほか、潜伏キリシタンの末裔である前田マハスウキ教が弾圧したものとされたもの、それらの子孫をお互いに敬意を払うことで真の平和が訪れる。カトリック長崎大司教区の後見三名大司教は二百五十年間、キリスト教は日本で迫害されたが、そのことで多くの日本人がキリスト教に関心を持ち始めており、 潜伏キリシタン遺産を訪ねることで、日本のキリスト教師を再発見することになる。歴史を覚えておくのに建物は重要ではない。その背後にある物語、それが普遍的な価値を持つとコメントした。指定区分のうち、重要文化財は、日本の文化財保護法、第27条に基づき日本国文部科学大臣が、指定した、重要文化財、国の重要文化財を指す。 上記構成資産のうち、大浦天主堂と現状石を除いた、集落群は、鉄、王の、春日、が、騎士が17世紀の近況初期に形成されたのに、大使、黒島、野崎島、の首と船もおり、頭が、島、深島、鳴門のり当時が18世紀以降に、全服キリシタンが移住して構築された時間差がある、ことに留意が必要となる。鉄、 大野で育まれた石積みの技術が野崎島、頭が島、区下島に伝わり、より精緻なものへと発展し、石造りの頭が島天主堂や区下島の漁港整備にまで応用された変遷を集落景観の際として捉えなければならない。春日ガの棚田における石積みは、平戸にあった土着の技とされる。なお、黒島、野崎島、区下島は、 島全体が世界遺産に登録されているが、頭が島は上五島空港がある島東部が除外され、ナルは工場天守道がある工場集落地区のみの登録となっている。イコモスは中間報告の評価として、潜伏キリシタン集落には現在もその思いを受け継ぐ末裔が暮らしており、民族文化財としてのリビングヘリテージの価値があり、 集落景観の特徴である石積みが、地形、石材、用途の違いによって差異はある点が、地域多様性を反映し、それはそのまま文化多様性を表現している。また、潜伏キリシタンの移住により石積み技術や創船法、巨法が伝播したことは、文化循環を表現しているとした。その上で、イコモスは、世界遺産委員会の場で推薦書の要点として、 平戸の安万岳や中江の島に見られる自然の聖地化、黒島の牧場を農地化する再開発する需要に、臨場した、下高さ、沖の上島神社があり、神道の聖地であった、野崎島へ乗り込んだ大胆さ、病人の療養地、隔離地だった頭が島へ渡ってまで信仰を守った、ひたむきさなどを読み上げた。登録を受けユネスコは、全伏キリシタン集落は、 携帯とデザインしようと機能伝統技術と管理システム場所と環境精神と感情、によって遺産の価値の信頼性を得ていると評価だ。世界遺産がキリスト教と教会建築に変調しているカセドラルシンドローム聖堂症候群に便乗しただけのことという辛辣な意見がある。国内で非支配層、庶民、一般市民の継続した生活がある。 居住地、住宅地が世界遺産になるのは、白川郷、五箇山の合掌造り集落以来となるが、合掌造り集落は家屋そのものが登録されているの。対し、潜伏キリシタン集落は建築物ではなく、開拓造成された宅地や田畑の立地環境、文化的環境といった、村落景観が主体となる。初の事例で、ただしそこに立つ家は新しいもののためとはみなしに。 春日集落の棚田や石積みのあぜなど農地が含まれることも初となる参照。これらは自社、城郭や産業遺産といった従来の日本の世界遺産にはない新たな類型で日本の宗教としては仏教、神道、主言道、自然崇拝に加え初めてキリスト教、カトリックからの登録になった。国内保護法令は重要文化的景観だが 世界遺産としては文化的景観の適用は受けていない。なお、世界遺産としては、近況期の潜伏キリシタンの信仰を具現化したものが対象であるため、近況明け後もカトリックに復帰せず昔ながらの信仰を保持した隠れキリシタンに関しては必ずも重視されておらず、隠れキリシタン関連を追加登録するならば価値を組み替えなければならない。また、 世界遺産は不動産有経済構築物でなければならないため、動産としての潜伏キリシタンの制御や無形文化財の口伝承化、オラショなどは保管資料扱いとなる。大浦天主堂は敷地背後で明治日本の産業革命遺産の構成資産になっている旧グラバー住宅を含むグラバー園と背中合わせになっており、異なる。 世界遺産がこれだけ近接していることは、日本の世界遺産では珍しい。世界遺産委員会において、アイコモスから登録された集落の周辺にある廃村などに残る、信仰の遺構、境界堂跡や墓地などについて包括的な記録を作成するよう求められた。例えば、区下島の集落がある、区下島には1996年、昭和44年頃に廃村となった、 潜伏キリシタン集落の採石流集落跡があり、近況期の生活を忍ばせる物証となっている。こうした渦漏れた潜伏キリシタンの痕跡は特に離島に多く残されており、現時点では保管的な目的での指示であるが、将来的には拡張登録への道筋につながる可能性もある。福家島やナル島は友人国境離島法の対象に指定されており、国が 土地の買い取りや財政措置を直接行えることから調査後の保護に確約が得られる可能性もあるが法的保護根拠の重要文化的景観は稼働遺産としての生産景観があることが前提のため廃村の指定は難しく無縁墓地の継承までの制約があり公的整備が困難になる場合もある2001年に民間団体の 長崎の境界軍を世界遺産にする会が発足し、構成資産となり得る候補地49を選定。その後、推進会議、学術会議が再三にわたり、構成資産を検討。2015年の推薦に至るまでに候補から除外されたものがある。なお、2010年には長崎隣接県の関連資産の調査も行い、2011年の 候補地絞り込みの際に除外された資産は、世界遺産、歴史文化遺産として一体的に保存、継承することが確認された。長崎の境界群を世界遺産にする会が選んだ、候補は昭和、戦前に建てられたものにまで及び、再建されたものや鉄筋コンクリート製のものも含んでいた。なお、この時点で、教会や史跡とは別に、集落景観となる、重要文化的景観、 当時は選定申請中も、単体の候補として扱っていたが、平田の安万だけ、春日集落、中江の島と天草の寄進集落を除き候補ちら、除外された。候補とされた、天草の、大江の文化的景観は2018年時点で、まだ十分形の選定に至っていない。大江には、文化財未指定だが国内で、唯一の潜伏キリシタン隠し部屋が残る旧宅がある。また、 旧ラテ天神学校、旧大使教官、旧伝道士学院は、一旦、大浦天主堂と関連遺産、国の史跡、大浦天主堂境内と重要伝統的、建造物群保存地区、南山手として包括された後に除外され、参考として、敷地内併設物扱いとなっている。2018年に向けた、再推薦にあたり、長崎県内の以下の2県が、候補から外された。 イコモスによる近況期に特化すべきとの指摘について、作家で隠れキリシタンを題材とした、マモル教2017年新調者を執筆中で、長崎の教会軍とキリスト教関連遺産についても、取材していた母キヨモギュは、インタビューの中で、日本での殉教者は4000人はおり、世界に例のない数だが、迫害の歴史は抹殺されている。この忘却は世界には、 受け入れられず、世界遺産登録をめぐる騒動、中、近況既得化指示がそれを物語っている。大量の人教者を出した党の日本が、近況の歴史にどう向き合うべきか分かっていないから、ユネスコに突き返されたと指摘している。一方で、近況に至った理由や経緯、イスパニアやポルトガルによる、日本人の奴隷売買や、植民地化計画についても啓蒙すべきとの意見があり。 近況期だけの登録では弾圧死が遺産になり、世界か誤解を招くのでは、との不安の声もあり、潜伏キリシタン遺産を訪ねることは単なる巡礼では、なく、ダークツーリズムになりかねないとの指摘もある。上記厚生資産の区分の不死で触れているように、黒島、野崎島、頭が島、久下島、成島の離島集落は潜伏キリシタンが移住して構築したもので、 これら後発集落は、先住の仏教徒らと折り合いつけながら開拓した共生も評価されたことにより、宗教に寛容な文化的不寛容さがない日本的風土、宗教多元主義としてユネスコが重視する多様性や文化的自由を全面に押し出すとなった。2018年5月のアイコモスによる登録勧告において、離島における構成資産となる 集落景観保持に監視人口減少の懸案が指摘された。2012年に開催された世界遺産条約採択40周年記念。世界遺産と持続可能な開発。地域社会の役割。京都ビジョンで世界遺産存続のためコミュニティの存在の重要性が確認され、世界遺産を維持するためにはコミュニティの持続可能性が必要であるとされることから、 消滅可能性自治体に名を連ねる長崎の離島に、とっては深刻な課題となる。潜伏キリシタン集落に暮らすクリスチャンが、世界遺産に包括された教会へ礼拝へ出向く際、信徒が年々高齢化しており休憩者地形は、足かせとなり、文化財指定された教会では、バリアフリー化も難しいことから、アクセシビリティが課題となる。集落景観という視野的に広い範囲が、 世界遺産となったため、その景観保全も課題となる。鉄、黒島、頭が、島、深島、騎信の各集落は景観法の適用を受けていない。国道202号に接している鉄では看板などが目立つが屋外広告物法による規制もない。美観を維持するため、白川橋のように洗濯干しなどにまで注意を払わなければならなくなると、 住民生活が不便なものになりかねない。ただし基進の特徴であるかけでは、昔から洗濯干しの場所としての役割もあった。集落家屋が文化財指定の古民家ではないこともあり、改修改築が自由に行えるめ、家並み景観の統一感を持たせることに、住民の合意形成が必要となる。その一方で、電線類地中化などは推進されるべきである。世界遺産は、 観光資源となるため今後、訪日外国人旅行者を含めた観光客の増加が見込まれる。訪問者が正しい推しを理解することで、ヘリテージツーリズムは成立するが、潜伏キリシタン関連遺産の主体は、集落景観となるためその本質がわかりにくい。多くの報道や出版物において、集落景観ではなく教会建物の画像を掲載しているが、潜伏キリシタンが切り開いた、 改変地形に注視しなければ本質は伝えられない。しかも、その集落景観に立つ家屋は古民家ではなく、ほとんどが戦後に建てられた現代建築で、地域的特徴も見られな住宅であるため、潜伏キリシタン家屋が残されていたとしても保存が難しい掘立小屋になる、なおさら本質が見えにくい。不動産有経済構築物が前提の世界遺産であるが、 潜伏キリシタン関連遺産では文化的空間が持つの紹介が重要になる。ヘリテージツーリズムのような遺産の商品化に伴う弊害として観光公害が挙げられる。構成資産となる集落の多くが外来者用、駐車場もない狭い範囲内の完成な住宅街であり、そこへ観光客が退去をし寄せることで騒音やプライバシー侵害などが危惧され、さらに生きた。 信仰の場としての教会での味噌など宗教行事に差し障りが生じることを地域住民は懸念している。集落内に駐車場などを整備することは文化的自殺行為になりかねない。世界遺産条約では第5条で文化遺産及び自然遺産の保護、保存及び整備の分野における全国的、または地域的な研修センターの設置という条文があり、 世界遺産近くに、ガイダンス施設、ビジターセンターを設置することを求めており、長崎県では、世界遺産センターの設置を検討し、旧長崎県庁跡地、長崎駅付近、大浦天主道近辺の参箇所を提示。特に県庁跡地は、近況前に、三崎の教会、非常点の聖母教会堂が建っていた経緯があるものの、文化ホール建設戻り下たされているため先行き、 不透明な状況下にあるまた、潜伏キリシタン遺産は、離島を含む、他地域に分散したシリアルノミネーションのため一箇所に集約した施設を作ることが難しく、当面は、長崎の境界群インフォメーションセンターと、ユネスの世界遺産と博物館指針に従い、各資産ごとに情報発信ができる既存施設を活用する。現時点では、 大浦天主堂敷地内の旧浦天神学校と旧長崎大司教館をキリシタン博物館としたほか、島原にありまきりした二三記念館が開館。平戸には平戸市キリシタン資料館がある。離島区分では長崎県が構想する世界遺産センターのサテライトとして五島観光歴史資料館を整備する方向になっており、区下島ではクラウドファンディングにより、 潜伏キリシタン資料館が開設された。潜伏キリシタン集落近くにガイダンス施設が設置され隠れキリシタンの制御などが展示されたとしても、集落の価値には直結せず、集落に立っても新しい家屋が目立ち、境界建築物は世界遺産そのものではない。そのためにも正しい遺産の解釈を伝えるガイドの存在が重要になる。 それも単なる観光ボランティアガイドではなく、インタプリターや語り部のような存在が求められ、できれば潜伏キリシタンの末裔であることが望ましい。また、今後海外からのクリスチャン巡礼が増える見込みがある、ことから、語学力も求められる。日本は、アメリカ中心の対イスラム過激派相当作戦に関与する有志国連合の一員とみなされ、過激派からは、 テロの対象に名指しされていたものの、中立的な仏教国のイメージが先行し、実際のテロは成してこなかった。しかし、2015年に、長崎の教会とキリスト教関連遺産として、正式にユネスコへ、世界遺産推薦が行われたことにより、キリスト教国の側面が強調され、教会などがテロの標的として浮上したという指摘がある。世界遺産というシンボリックな教会へのテロは、 検電効果がある。離島集落に外国人が訪れれば目立つが、団体客に紛れれば接近は容易になることから、テロへの警戒も必要となる。こうしたことを受け、地域住民の不安感からの要請もあり、成島と区下島の港に防犯カメラを設置することになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。